これから一緒に湖へ行きませんか？なあ、一緒というのは二人でということです。勘違いしないように念のため言っておきますが、二人きりということですからね。ふたりきり。おいしいお菓子屋さんを見つけたから一緒に行かない？それで帰りに景色の綺麗な高台へ行こう。え？綺麗な景色より畑見学の方がいいの？あ、じゃあ畑を見に行こうか。今度の休日、二人で出かけませんか？花が綺麗に咲いている公園があるんです。腕を組んで歩いたり、膝枕をしたり、花で髪飾りを作って差し上げたりしたいです。楽しみにしていますね。新しい曲を作った。お前が聴きたいというのなら聴かせてやるぞ。そうか、聞きたいか。だったらいつもの中庭に来てくれ。お前のために演奏会を開こう。今度私の部屋に遊びに来ませんか？二人で一晩中熱く甘くとろけるようなロマンス小説について語り合いたいです。一緒に楽しい時間を過ごしましょう。できれば誰もいない場所で二人きりで過ごしたい。望んではいけないことだとは分かっている。だがひとときだけでいい。君の時間を俺にくれないか？もしよろしければピクニックに出かけませんか？おすすめの場所があるんです。お散歩しながらゆっくりお話がしたいなって。クッキーとマフィンも作ってきたので一緒に食べていただきたいです。